あとはなんか好きな具とか言ってよ。俺喋んねえから長いって。俺ね、最近気に入ってるのがね、ミニストップに売ってるね、てりたまサンドイッチみたいなのがあるんですよ。薄切りの卵のやつ。ほんとね、違う、半熟の卵と照り焼きチキンが入ってるやつでしょ。あー、おいしそう。あれが激うまなんですよね。俺はあれが好き、あの外側が焼いてあるクラブサンドみたいな、レッドサム的な感じの超うまいですね。もうセブンイレブンのチキンカツサンド、もうさ、セブンイレブンとかなんかみんなのあれがごめんね、マイセンのカツサンドとかなんかマイセンのカツサンド、それ間違いなくうまい。うまいもん、マイセンのカツ。まあでもあんた、あれはもう外れだよね。だから、違うよ、だからでも今出てきたのが大体サンドイッチでしょ、うん、だからおにぎりはさ、多種多様になったじゃないですか、はい、今、君らが言ってるのは鮭と昆布と梅なんだよ。おにぎり、ああ、はいはいはい、オーソドックスだね。そうそう、それから今やもう、今やもう、唐揚げは入る、確かに、ね、何は入る、これは入る、あれは入るじゃん、すげえんだよ、おにぎりはね。おにぎりすごいね。でしょ、うん、でしょ。だから、もっと発想を変えないとダメだから、もう10年後ぐらいのを、例えばそれ